ここにとっても簡単な足し算がある。この足し算の順番を入れ替えてもその結果は変わらない。当たり前じゃないかって。そうかもしれない。でも無限の場合はどうだろう。無限個の個を足していくとき、その順番を入れ替えたらとても不思議なことが起こるんだ。僕がそのことを知ったのは。スンダモン、起きて。8。大丈夫？今日は無限和に関連する問題が出てくるらしいわ。私たちはどうしてもその問題を解かなければいけないのよ。そういえばそうだった。理由はよくわからないけどね。無限和は無限級数、あるいは単に級数とも言うわね。これは級数の代表的な例の一つで、調和級数と呼ばれている。今日の問題を解く鍵になっているらしいわ。自然数の略数を無限に足していくと、足す数はどんどん小さくなっていくのに、その結果は無限大に発散することが知られているのだ。なんだ、分かってるじゃない。じゃあこっちはどうかしら。むむ、これは調和級数と似ているけど、各項の符号が入れ替わっていってるのだ。その通りね。これは交代調和級数と呼ばれている。そしてその結果は実はログ2になることが知られているわ。なんと、調和級数は無限大に発散したけど、交代調和級数は有限の値を取るのか。しかもその結果がログ2とは、なんかかっこいいのだ。驚くのはまだ早いわ。次はこのような級数を考えてみましょう。8。さっきの交代調和級数とかいうのと似ているけど、法則がよくわからないのだ。このままだとややこしいけど、こういう風にプラスとマイナスに分けたらどうかな。ふむふむ、なるほど。交代調和級数ではプラスとマイナスが交互に現れていたけど、今度はプラスの後にマイナスが2個続いているのだ。いいところに気がついたわね。じゃあこの級数の計算結果はどうなるかしら。メタン、それくらいわかるのだ。この級数は元の級数の順番を入れ替えただけだから、その結果も当然同じなのだ。私も最初はそう思ったわ。でも結果はこうなる。そうなの？なかなか不思議なことが起きているわよね。直感的にはマイナスの項の方が先にたくさん出てくるから結果も少し小さくなったと考えられなくはないけど、ちょっと騙された気分なのだ。これって本当に順番を入れ替えただけなのかな。確かに納得いかない気持ちもわかる気がするわ。そのあたりも後で考えてみましょう。了解なのだ。さて、この交代調和級数をシグマを使って表してみると、まず分母は1ずつ増えていくから N で表すことができるわね。そして符号が交互に入れ替わることをマイナス1の N プラス1乗と表すことができる。確かにそうなのだ。この計算結果はログ2になるんだったわね。さらに各項の絶対値を取ると、符号を表すマイナス1の N プラス1乗が消えて、各項は自然数の逆数になる。これはつまり調和級数のことで、その結果は無限大に発散するのだった。ふむふむ、絶対値を取ると発散してしまう。なんだか本質が見えてきた気がするのだ。交代調和級数が持っているこの不思議な性質は条件収束と呼ばれているわ。次は条件収束をちゃんと定義してみましょう。でもその前に準備として、まずは収束の定義の復習からね。無限個の項のはを考える前に、まず途中の項までのは部分はというものを考える。この部分はの項の数を無限大に飛ばすと、和が有限の値に収束するとき級数は収束するといい。その極限値アルファを無限個の項のはと考える。まあこれは僕も知ってたのだ。次に各項の絶対値からなる級数を考える。この級数がある有限の値に収束するとき元の級数は絶対収束するという。これってさっきの収束とどう違うの？絶対収束は収束よりも厳しい条件になっているわ。さっきの交代調和級数は収束していたけど絶対収束はしていなかったわね。絶対収束する級数は通常の意味で収束することが知られているけれど、その逆は必ずしも成り立たないということになる。確かにさっきの例はそうなってたね。通常の収束ではプラスの項とマイナスの項が打ち消し合って収束していくというパターンがあるけど、絶対収束ではそういうパターンが許されなくなるのかな。感覚的にはそう考えられるわね。今ほとんど話しちゃったけど、交代調和級数の例のように
収束するけど絶対収束しないことを条件収束というわ。元の級数は有限の値 α に収束するけど、各項の絶対値を取ると無限大に発散してしまうってことね。そういうことになるわね。あ、気をつけて、問題が来るわ。なんだって？うわ、リーマンの再配列定理。この定理を示せばいいのかな。条件収束する級数があって、あとベータという実数がある。この級数はもともとアルファに収束するけど、並べ替えするとその結果の級数はベータに収束する。つまり条件収束する級数は並べ替えるとどんな実数にでも収束させることができるということになるわね。恐ろしい定理なのだ。足し算の順番を変えるだけで結果を自在に操れてしまう。悪意のあるものが使えば大変なことになるわね。それはないと思うけど。しかもすごいのはこれだけではないわ。実はうまく並べ替えると発散させることもできるらしいのよ。なんで知ってるの？でもそれってつまり、例えば0に収束する級数を並べ替えて無限大に発散させることもできる。信じられないのだ。しかし驚いてばかりもいられない。ではメタン先生、早速証明をお願いするのだ。ズンダモンも手伝うのよ。ただその前に、並べ替えとは何かをちゃんと定義しておきましょう。まあもし証明できたとしても、そこをちゃんとしておかないと、なんか騙された気分になっちゃうかもしれないからね。じゃあ説明をお願いするのだ。いいでしょう。ではこのような級数を考えてみる。この級数の項を入れ替えて新たな級数を作りましょう。この時項を入れ替えた後の級数では、元の級数の各項がどこかで必ず1回だけ出てくる。こういう操作を級数の並べ替えと呼ぶことにしましょう。そう考えるんだね。ところで、もし元の級数で同じ値が何度も出てきたらどうするの？鋭い質問ね。ここでは複数の項が値として等しいとしても、その番号が異なれば別の項とみなすことにしましょう。これはつまり、本質的には自然数が順番に並んでいる数列を並べ替えること。つまり任意の自然数が必ずどこかで1回だけ出てくるような数列というものを作ることだと言えるわね。なるほど、そういうことか。無限個の項を並べ替えるってどういうことだろうって悩んだら、この定義に戻って考えれば道に迷わずに済みそうなのだ。戻れる場所があると安心ね。じゃあ早速この定理を証明していきましょう。ズンダモン、何かアイデアはある？うむ、急に言われても困るけど、とりあえずさっきの例が参考になりそうな気がするのだ。交代調和級数は確か条件収束するのだった。そしてこの級数を並べ替えると計算結果が変わってしまう。ここで確かに並べ替えた後の級数には元の級数の項が必ずどこかで1回だけ現れることになる。つまりこれはさっきの並べ替えのルールに沿っているのだ。うんうん、いい感じね。この並べ替えでは級数をプラスの項とマイナスの項に分けて、それぞれから取り出す量を調節して収束先をずらしたように思える。これと同じことができないかな。素晴らしいアイデアね。では一般の場合を考えてみましょう。数列 AN の項をこのように並べて、各項をプラスとマイナスで分けましょう。例えば各項の符号がこんな感じになってるとして、プラスの項を取り出した数列を AN プラス、マイナスの項を取り出した数列を AN マイナスと書くことにする。ここで0はプラスの方に寄せておけば、元の数列を2つの数列にぴったり分けたことになるね。さらに数列 AN の項を足し合わせた級数が条件収束すると仮定しましょう。つまり通常の意味では収束するけど、各項の絶対値を取ると発散してしまう。この時どんなことが起こるかしら？どんなことって言われても困っちゃうのだ。それなら AN プラスの項を足し合わせた結果と AN マイナスの項を足し合わせた結果はどうなるかな？確か AN プラスはプラスの項を取り出した数列で、 AN マイナスはマイナスの項を取り出した数列だったね。もしどちらの和も有限の値だと仮定すると、絶対値の和も有限に収束してしまうから、条件収束のこの等式に反するのかな。方向性としてはそれで合ってるわね。もう少し正確に言うと、まずこの3つの数列をもう一度見てみると、 AN プラス AN マイナスには
欠けている部分があり、 N 番目の項が AN とずれてしまっている。そこで欠けている部分を一時的に0で埋めて考えましょう。すると AN、AN プラス、AN マイナスの番号がちゃんと対応するようになるわね。まあ確かに。それでこっちに戻って考えると、3つの数列の番号が対応することを踏まえて、絶対値 AN イコール AN プラスマイナス AN マイナスが成り立つことがわかる。なぜならもし AN がプラスなら AN プラスだけが残るし、 AN がマイナスなら AN マイナスだけが残るからね。ただし AN マイナスはマイナスなので、絶対値を取るとマイナスがつくわ。ふむふむ、それでこの式からわかることは、もしこの2つの級数が有限の値に収束すると仮定すると、シグマ AN を2つの級数の差として計算できる。つまりこの級数も収束してしまうことになる。すると条件収束という仮定に矛盾してしまうから、これらの少なくとも一方は発散することがわかるわね。なるほど、そういうことね。あとは片方が発散すると、通常の意味で収束するという仮定を満たすためにはもう片方もこういう感じに発散しないといけないのだ。プラスの無限をマイナスの無限で打ち消さないと有限の値にならないからね。あともう一つ確認しておきましょう。級数が通常の意味で収束するということは、 AN が0に収束する。したがって AN プラスと AN マイナスも0に収束することがわかるわ。おお、確かにそうなのだ。ちなみにそれぞれの和が発散するということからは、プラスの項もマイナスの項も無限にあることがわかるわね。そういうことね。これでだいぶ何が起きてるか見えてきたね。この級数の中には正の無限大に発散する級数と負の無限大に発散する級数が含まれていて、それぞれの項は0に収束するということなのだ。もうわかったみたいね。さあやってしまいなさい。は、はい。じゃあ級数を並べ替えてこの辺りに収束させたいとしよう。この式からわかるように、僕たちはプラスの方にもマイナスの方にも好きなだけ移動できるのだ。ではまずプラスの項を足していこう。こんな感じだね。そしてボーダーを越えたらストップして、今度はマイナスの項を足していく。ボーダーを下回ったらストップして、プラスの項を足していく。これを繰り返していくと、プラスの項もマイナスの項も0に収束するから、どんどんボーダーに近づいていくことがわかるね。素晴らしいわ。ちゃんと元の級数の項をどこかで1回だけ使えているから、確かに級数の並べ替えをすることで任意の値に収束させることができているわね。うむ、自分でやっといてあれだけど、これでいいのかなって感じもするのだ。でも確かに並べ替えになってるわ。あとは発散させるパターンが必要ね。ああそうだった。どうするんだろう。プラスの項だけ足していけば正の無限大に発散する気がするけど。確かにそうだけど、それだとマイナスの項が使えてないから級数の並べ替えにはなってないわね。しまった、忘れてたのだ。無限大に発散させるパターンも実は同じような考え方で実現できるわ。そうだったの。まず最初の往復まではさっきと同じように進める。ここまでは OK。そして次の往復ではより高いボーダーを超えるようにする。これを繰り返せばいくらでも値を増やしていけるわね。これならマイナスの項もちゃんと使ってるから、確かに並べ替えになってるのだ。これは正の無限大に発散させるパターンだけど、負の無限大に発散させるパターンも同じように考えられるわ。あと忘れがちなのが振動するパターンね。これも基本的な考え方は同じで、最初にボーダーを超えるところまでは一緒。次にもっと低いボーダーを下回るようにして、今度はまた元のボーダーを上回るようにする。これが振動するパターン、つまりどこにも収束しないし、正の無限大にも負の無限大にも発散しないパターンで。へえ、ボーダーを調節するだけでいろんなパターンができるんだね。何はともあれ、これでリーマンの再配列定理が証明できたことになるのだ。ちょっと厳密な証明というより感覚的な説明が多くなっちゃったけどね。条件収束する級数は並べ替えることでその結果を自由自在に操ることができる。無限和では足し算の順番に気をつけなさいと言われるのはこういうことだったのね。それにしても本当にこれでよかったのかな。
足し算の順番で結果が変わるなんて、なんかモヤモヤするのだ。その気持ちはわかるわ。でもこう考えることもできる。条件収束は、正の無限大と負の無限大を含む不安定な収束。有限の値に収束する裏で、2つの無限の力がバランスを保っていた。そのバランスを崩したから、とても不思議なことが起こったのよ。つまり、無限とは不思議な世界である、ということね。本当にわかったのかな？ちなみに条件収束では不思議なことが起こったけど、絶対収束する級数は並べ替えても結果が変わらないことが知られているわ。それなら安心して足し算できるのだ。絶対収束ってとても重要な性質だったんだね。ある種無限和を有限和と同じように扱えるという点で、絶対収束は良い性質と言えるわね。皆さんも足し算の順番にはくれぐれも注意してくださいね。ではまたお会いしましょう。それでは。